JR 西大路駅、京都駅から大阪方面に向かって一つ目の駅です。北側の改札口から北方向に目をやると、西大路通りがまっすぐ北へ伸びています。しかしよく見ると一直線だと思っていた西大路通りが、八条の交差点付近だけ何かを避けるかのようにカーブしています。避けているのは脈一神社、いえ正確に言えば脈一神社のクスノキを避けているのです。それでは脈一神社に向かい、近くで確認したいと思います。今歩いている西大路通りは京都市中心市街地の西部に位置する主要な南北の通りの一つ。平安京の野寺小路に相当する道です。明治末期から大正期にかけて京都市三大事業で道路拡張を行い、計画道路として京都市電が敷設されます。昭和初期に開通した比較的歴史の浅い通り、南北を向いており、九条あたりから北では五山の送り火の一つ左大文字を望むことができます。また西大路五条の西に西京極陸上競技場があるため、マラソン、駅伝のコースとして利用されるのでも有名です。見えてきたのは樹齢800年を超す大樹、平清盛が手植えした脈一神社の御神木クスノキです。西大路通りはこのクスノキを避けるように蛇行しています。実はこのクスノキ、昭和の初め、市電工事の際、撤去を計画したところ、工事関係者に次々と事故や不幸が襲いかかります。工事はやむを得ず断念。いつしかこのクスノキを切ると、平清盛のたたりがあると伝えられ、現在でも西大路通りはこの部分だけ蛇行しています。平清盛公西八条殿の後、この辺りには平清盛の別邸である西八条殿がありました。出家した清盛は神戸の福原で過ごしており、実際に住んでいたのは妻の時子でした。清盛が亡くなった翌々日には放火により焼かれ、豪勢な邸宅は焼失してしまいました。その西八条殿の一角にあったのがこちらの脈一神社。
そして鳥居の前にあるのは、西八条殿が放火された時も焼け残ったクスノキ。平清盛が太政大臣に任ぜられたことに感謝し、自ら手植えしたと伝えられ、以後脈一神社の御神木として大切にされています。木の根元にはこの御神木を祀る楠社があります。この位置から見ると、西大路通りが蛇行しているのがよくわかります。それでは、脈一神社の境内へ入ってみます。6月下旬のこの日は、茅の輪が設置されています。茅の輪をくぐると、上半期についた罪や汚れを払い、残る半年を無病息災で過ごせるとされています。鳥居の隣には平清盛の像。各地にある清盛像の多くは出家後の姿がほとんどですが、こちらは衣冠束帯姿、とても珍しいです。平安時代後期、平家一門は権勢を振るい、平清盛はこの地に広大な別荘西八条殿を建てます。清盛が熊野詣での折、西八条殿に埋まっている御神体を掘り起こし祀るようにとお告げを受けます。敷地内をくまなく探すと、光明が発せられた場所から脈一王子の御神体を発見。清盛は御堂を築き御神体を祀ります。これが脈一神社の始まりです。その翌年、清盛は武士でありながら貴族の最高位である太政大臣に上り詰めます。武士としては初めての快挙です。このことから脈一神社は開運出世の神社と言われるようになりました。奥に見えるのは京の名水神宮水。清盛が高熱に侵された際、この水で体を冷やしたと伝えられています。自由に飲めるというので、近隣の方がお水をもらいに来られ、地元では新生児誕生の産湯としても使われています。人の世の無常を歌った平家物語史跡、もえずるもかるるも同じ野辺の草、いずれか秋に阿波ではつべき、芽生えたばかりの草も枯れようとする草も、野辺の草は結局皆同じように秋になると枯れ果ててしまうのです。平清盛に仕え、後に嵯峨野の祇王寺に隠棲した祇王の歌碑
清盛に捨てられる義王が新たに清盛から愛されることになった仏御前に対して言ったものです。紀州熊野の脈一王子の御霊を祭り、平の清盛の誠意が伸びた開運出世の神として崇められる京都八条にある歴史ロマンあふれる神社です。それでは次に脈一神社の近くにあるラーメン店で食事をいただきます。JR 西大路駅から徒歩2分、脈一神社から徒歩1分、天龍。ラーメンと唐揚げが有名な昔ながらのラーメン店です。年季の入った店内、テレビの音が BGM の古き良き昭和の雰囲気。注文したのはラーメン、手羽元唐揚げ、ライス。お昼限定のラーメンセットにすればお手頃価格で骨なし唐揚げとライスがついてきますが、お店自慢の手羽元唐揚げを食べるためにここはあえて各種単品で注文しました。鶏ガラ豚骨ベースのスープ、とろみがあり動物系のうまみと醤油が合わさり、食べ進めるとしみるような深みのある味わい、濃厚さが癖になります。中細ストレートの麺は程よいもちもち感で柔らかめ、スープの味もよくなじみ、口当たりよくリズムよくすすれます。チャーシューは薄めの味付けでクラシカルな厚切りタイプ、がっしりとした噛み応えでお肉の食感がいいです。そしてこの店に来たならば食べていただきたい手羽元唐揚げ、醤油ベースで下味がしっかり染み込み、香ばしく衣はカラッ、熱々で中からは肉汁が染み出し、衝撃的な美味しさ。周りのお客さんもしゃぶりついておられます。お店の老舗感から昔ながらの懐かしさを感じるラーメン店。切り盛りされているご夫婦の物腰柔らかなところも影響し、居心地の良いお店です。唐揚げをつまみに生ビールを飲み、締めにはラーメンをいただく、そんな風にするのもいいかもしれません。次に伺う時のお楽しみにします。美味しかったです。ごちそうさまです。